のシャチプールにおきまして、シャチの公開トレーニングを行います。お時間のあるお客様はぜひご覧ください。大きいな。このトレーニングは水中と屋外のどちらからもご覧いただけます。またスタジアムの大型画面にもトレーニングの様子が映し出されますので、スタジアムでお待ちのお客様もぜひご覧ください。水中観覧エリアのお客様にご案内いたします。ご案内出てこい。こちらのエリアでは一人でも多くのお客様にご覧いただけるよう、座ってのご観覧をお願いしております。皆様の両サイド、壁際に床に敷くマットをご用意しておりますので、どうぞご自由にお使いください。座ってご覧になられるお客様は恐れ入りますが、両サイド壁際によってのご観覧をお願いいたします。また現在最高尾のお客様、岩や手すりの上は滑りやすく大変危険ですので、登らないようにお願いいたします。屋外ではシャチがジャンプする場所によっては、お客様の方に海水が飛んでくる場合がございます。カメラや携帯電話などお手荷物には十分にご注意ください。水中の中って、またこのトレーニング中に限りカメラ等の三脚ご使用はお控えいただいております。プールサイド間際でのご飲食はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。屋外では観察しているとシャチが見えにくい場合がございます。この場合はスナチアムからのシャチの様子がご覧いただけます。スタジアムの大型画面にはお待ちください。皆さんこんにちは。本日はようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。それでは早速シャチの公開トレーニングを始めていきましょう。さあ、皆さんの目の前のプールには2頭のシャチがやってきています。体が大きなシャチと体が少し小さめのシャチがいますが、実はこの2頭のシャチは親子のシャチなんです。それでは1頭ずつ紹介していきましょう。体が少し小さめのシャチ、ちょうど今ステラの横にいますが、
馴染みの深い魚を与えているんですよ。さあ、リンがジャンプに向かいました。勢いをつけてジャンプです。大きな水しぶきが上がりました。さあ、張り切ってもう一度ジャンプです。さあ、かっこよく連続ジャンプを披露してくれました。今度は実はこのポーズはシャチたちの体温測定のポーズなんです。シャチたちのお腹側にはお尻の穴があります。そのお尻の穴に体温計の細いセンサーを約50センチも差し込んで体温を測っていくんです。シャチたちの体温は約35度から36度と私たちとはあまり変わりません。さあ、ご褒美に餌をもらっていました。リンはくるくると回転しながらプールの中を泳いでいます。タケたちはとても大きな体をしていますが、このように器用に体を動かすできるんです。そして今度はステラが大きな尾びれを水面に上げて勢いよくトレーナーに向かって水をかけています。トレーナーびしゃびしゃになってますね。この大きな尾びれはなんと横幅が約1メートル40センチもあるんです。とっても大きな尾びれをしていますね。氷やゼリーをあげることもたちたちにとってはご褒美の一つになっているん
けてブラックジャンプです。大きな水しぶきが上がりました。ステラがジャンプに向かいます。勢いをつけてジャンプ。さあもう一度飛びます。かっこよく連続ジャンプを披露です。練習を披露しに行きます。ピンは右下顎のところに黒いほくろのような模様があるのが特徴です。ぜひ皆さんピンのチャームポイントを覚えて帰ってくださいね。はい、ピンありがとう。2時からは北館メインプールにてイルカパフォーマンスを行います。お時間のあるお客様はぜひご覧ください。なお水中観覧エリアでマットをご利用になられたお客様は恐れ入りますが所定の位置までお戻しいただきますようご協力お願いいたします。この後も名古屋港水族館でごゆっくりとお楽しみください。